おはようございます、やんちゃです。2022年9月2日金曜日の朝です。タイマー18分、はい、プランク。さてやりますか。はあ、よいしょ、スタート。なんかもう昨日と同じパターンなんですけど、今日も結局家で一回プランクやってるんですよね。でなんか外出たらなんか晴れてるっていうか、これ雨が降ってないのでしょうがないからもう一回やってます。でもなんか一日に別に複数回プランクをやってもなんかそんなに苦にならないっていうか、苦にはなるか苦にはなるんですけど、できなくもないのでまあやるかっていう感じですね。まあこういうその家で一回やったけどなんか外でもう一回やれなくもないなっていうのは、まあそういうチャンスだと思って甘んじて受け入れようという、はい、気概がある。さて天気なんですけど、なんか今本来であれば降ってるはずらしいんですけどね。あ、でもダメだ、また変わってるわ。25分後に降り始めますって言ってるな。はい、なるほどね。よいしょ、あと30秒あるか。なんかニュース、なんだろう、ロケットニュース、マクドナルドのレジ並びすぎ問題、なぜモバイルオーダーを使わないのか。なんかポイントを使ったりもらったりするのにモバイルオーダーじゃダメらしいですね。なるほどねっていう。8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、はい。なんでこんな巻き気味でやってるかっていうと、なんか雨雲レーダーを見たら25分後に雨が降りますとかって言ってるから、まあ、ちょうど25分後に降るかどうかもわからないんですよね。なのでちょっと、はい、できるだけ早く撤収できるように、はい、ちょっと巻き気味でやったところで、この18分はまあやらなきゃいけないんですけど、やらなきゃいけないっていうわけでもないか。やらなきゃいけないわけじゃないけど、やるんですよ。はい、何の話かな。なんか昨日スクーターのメンテ行くぜとかって言ってたけど、なんかいろいろバタバタしてて、なんか午後保護者会とか行かなきゃいけないの忘れてて、やべえ行かなきゃとかって言ってバタバタしてたら結局行きそびれちゃいましたね。今日こそ行くぞっていう感じはしてるんですけど、なんかやっぱりね、スクーターで行くの無理な天気なんじゃないかなって思ってる。そう、どうかな。なんか足立区の天気だけ調べててもしょうがないので、その行く途中に通るところと行き先の天気をそれぞれ調べてるんですけど、まず中間地点、中間ってほどでもないんかな、中間かな、でも中間、まあ中間としよう、中間として設定してるのは今静岡市なんですけど、静岡市の天気、まあ、9月7日時点で 60% ですね、降水確率 60% なら、まあなんかずっと土砂降りとかじゃないと思うんで、なんか通り過ぎられるんじゃないかなとは思うんですけど、で目的地ですね、鳥羽市はじゃあどうなんだっていう話になるんですけど、7日降水確率 50% ですね。 50% って本当になんか微妙。だから丸1日降り続けてるわけじゃないんでしょうね。だから雨雲レーダーの様子を見ながら、なんか
ちょっと強い雨が来そうだったら一回なんか雨宿りしてとかって繰り返しながら行けば、まあ、休憩がてら雨宿りするっていうなんかうまいこと避けながら雨を避けながら行けばなんか乾燥できそうな気がしないでもないまだねだからね迷ってるんですよね。ちょっとねでも普通に晴れてる中行って帰ってくるっていう予定よりははるかに厳しい旅が予想されるんでね。なんか台風自体はなんか北にそれそうな雰囲気が出てきたんで、なんかね台風が直撃して帰れなくなっちゃいましたっていう事態にはなんかならなそうな気がするからそこはもう心配してないんですけど、さあどうでしょうかね。まあどっちにしろなんか少しでも可能性を残したいんであれば、そのワイクのあれですよ、オイル交換とかメンテとかはまあしておいた方がいいので、今日こそ行くぞちょっとお昼休みに行こうかな。お昼休みに行ってすいませんって言って預けて夕方に受け取るとか、まあ明日の朝受け取るとか、まあしようかなと思います。はい、さてこれあれなんですよ、今日のトゥードゥのコーナーの一環なんですよ実は一環なんですけど、あれですね、コーヒー豆が尽きたんで明日こそっていうか明日買いに行かなきゃダメですね。まあ明日ピアノ教室の送り迎えがあるんでその時ついでに買おうかな。そろそろタリーズでなんか目新しい豆がなくなってきちゃったからな。なんかスーパーとかにあるかどうか見てみるかな。うん、ちょっと別の店を見てみるっていうのも一つ手ですね。はい、なんか今日昨日から今日にかけてなんか別にその仕事してたりとか保護社会を受けてたりとか、受けてたりっていうのもおかしいですけど保護社会に出てたりとかしかしてないのであんまり話すことがないんですけど、なんかね保護社会なんかわしが行かなきゃいけない内容じゃないなっていうかこれってこのプリント読み上げてるだけなんじゃないんですかっていう話なんで、プリントだけもらえれば別に問題ないんだけどなっていう、なんですかね、読み上げてるのを聞くのにわざわざ行かなきゃいけないの結構辛いですね。なんか字が読めない人に配慮してるんだったらまあわかるんですけど、なかなかそういう状況でもないですよね識字率的にはね。何なんだろう、なんかあらかじめその保護者会の内容をやる前にこれって読み上げるだけになりそうだなと思ったら配るだけで終わってほしいんだよな。配るだけだと読まないのかなその可能性は、まあ、否定できない。子供に持たせて家に到達する確率 70% みたいなで届いて読む確率が 50% 合わせて 35% みたいな、なんかだとするとこう保護社会に呼びつけて強制的に聞かせるっていう、強制的に聞かせるとまあそこでも寝てるやつとかがいるかもしれないんで、まあ、95% ぐらい、つまり 60% ぐらいこう何ですかペアレントアドヒアランスが上がるわけですよねペ合ってた合ってるわけないかペアレントアドヒアランスとかっていう言葉あるうん、ないよな、なさそうはあ、まあいっか、調べても絶対ないからはあ、そうだな、難しいな。さて
次の話題やるか。なんか今朝飛び込んできたニュース、あの USB っていう穴ある、穴、 USB のことを穴として認識してるか、それともなんかその棒紐として認識してるかっていうのは人それぞれ、まあペアで認識してる人がほとんどだと思うんですけど、 USB っていうあのソケットの規格なのかな、あれなんかそこからして難しいけどUSB ってあるじゃないですか、わかるでしょUSB のなんかまた新しい規格が出たらしくて、 USB って本当にどしがたくて、あのまずそのプラグの形状がなんか A とか B とか C とかあって、でさらにそのミニとかマイクロとかがありつつ、でなんだしかもそのプラグの形状が同じだとしても USB 1.0、2.0 とかその 3.0 とか 3.1、3.2 とか、なんかさらにその 3.2 のあの第2世代とかなんかいろいろあのバリエーションがあるっていうのが USB の特徴なんですけど、それに新たなバリエーションが追加されました。 USB4 のなんかバージョン 2.0 っていうやつが追加されたぞっていうニュース、追加されたぞって言ってもその USB4 の 2.0 のなんか新しい製品が出たっていうわけじゃなくて、規格が策定されたっていう話らしいんですけど、80ギガビットパーセカンドこれ結構すごそうですよね。80ギガってね、40ギガでもね大したもんだと思うんですけど、でなんか80ギガ BPS の帯域を持つケーブル、なんか専用のケーブルじゃないとこの 80GBps でリンクしないらしいんですけど、それもあの物理的な仕様が策定されたから、まあ各社頑張って作って出してくれよなっていう感じらしいけど、 80GBps ともなれば何ですかね、 10GBps ぐらいの伝送の帯域で賄えるような映像出力をなんか多分デイジーチェーンとかでやるんですか。 USB4 はデイジーチェーンなんでしたっけ、忘れちゃったな。サンダーボルトじゃないとダメなんだっけそっちはまあとにかくなんかなんだタコ足して8個のディスプレイが出せたりするわけですかね。うん、わかんない、なんかディスプレイにどれぐらいの帯域が必要なのか実はよく分かってなくて、あの今私が使ってるあのデルの G32239 っていうあのゲーミングディスプレイ 4K144Hz みたいなやつあるんですけど、それがなんかどうやらなんだっけな、 10GBps までしか帯域が対応してないせいで、その 4KHDR144Hz のそのスペックをなんかフルで出せない実はあんまりよく分かってないんですけど、なんかどっかの帯域をカットして 10GBps にしているせいでなんか性能が活かしきれないからけしからんみたいなレビューを見たんですけどただなんかそれを実感するためには大元のその映像が出てくる根元のマシンが、まあ、化け物級のスペックを誇ってなきゃいけないので、まあ、まだまだ先の話だし、うん、なんか多分それが気になる頃には別に買い替えてもいいかなっていうぐらい使い込んでそうな気がするので、まあいいかなとは思うんですけど、この USB4 ね、はい、ちょっと USB4 2.0 あのUSB4 バージョン 2.0 っていう名前なんですけど、 USB 3.2 の方は
なんかジェン2とかUSB3、USB3.2 ジェン2とか、なんだろうそのなんだろうな、細分化するのはいいんだけど、なんかバージョン番号をなんか統一してほしい、あの表記の仕方を。じゃない、だから例えばその USB3.2 ジェネレーション2とかだったら 3.2.2 でいいじゃないですかだからこの USB4 のバージョン 2.0 も USB4.2.0 とかでもいいわけじゃないですか多分このバージョン 2.0 って言ってるやつも 2.1 を別に出すつもりないのに、なんで 2.0 って言ってるんですかっていう。次絶対 3.0 か。 USB5 っていうのもあるんでしたっけUSB5 あるよな、確かな。 USB ないか、まだないのか。 USB5 であれか、検索しても出てこないな。サンダーボルトサンダーボルト4は USB4 と完全互換なんですか。それがね、実はまだよく分かってないんですよね。はい、なんかね、こういうその USB4 とかの新しい規格が出ましたっていうニュースが出てくるたびに、じゃあ現行の規格は何だったっけっていうのを振り返って、やっぱり分かんねえなって思うっていう、なんかこんなことを繰り返しながらこの先何十年も生きていくのかと思うと、ちょっと暗淡たる気持ちになってきますねどうでしょうね、ずっと有線ですかね。そのうちいきなり無線に切り替わったりしませんかね。なんか電力を送るっていう都合がある以上は有線からは離れられないんですかね。やっぱりなんだっけ、新しい USB のパワーデリバリーの規格は 240W まで送れるわけですもんね。 240W をな、その空中でやり取りするの無理でしょうからねはあ、よいしょ、あと2分か。なんかキューブでも揃えて終わるか。へえ、やれやれだ。なんか今日完全に雨の中撮るのを覚悟してたけど、結局あれですね、最後まで降らなかったなちょっと待って、あの残り2分の段階で今日は降らなかったなとかって言ってるとあれですね、よいしょ、フラグになりそう。よいしょ、これを揃えるのも久しぶりですか。へえ、やれやれ。なんか微妙に雨が降ってきた気がするぞあんなこと言うから。うんうん、こうかな。うん、なんかでも今日2日でしょ。で、あのスクーターで行くとすると、私多分ですけど6日の夕方とかに出ないとダメかもしれん6日の夕方とかに出て、あの真夜中に静岡あたりに着いて、で静岡で一泊して、で朝静岡から三重県に向かうとかってしないと、おそらくですけど7日の夕方までに着けないんじゃないかって思っていて、結構きつい、6日の夜かと思って、うん、ちょっと今ね、何度も何度もあの Google マップスのあのルート検索でなんか脳内シミュレーションっていうか、まあ、Google マップスを使ってるから脳内じゃないんですけど、まあ、シミュレーションしてるんですよね。
どうかな、どうかな、いけるかな。7日の早朝に出て7日中に着くっていうのは多分ですけど無理なんですよね。どうなっちゃうんだろう本当に、マジでマジでね、うん、でそうすると静岡で宿を取らなきゃいけないわけですけど、なんかその例えばアパホテルとかに一泊するのちょっとお金かかるじゃないです か, だかそうするとあれなんですよね、ゲストハウスとか一泊2000円とかのところで気合で泊まるしかないんですよねいや別に私何も苦にはならないんですけど、そういうの、うん、ちょっとだとしても当日なんかもう宿ありませんでしたって言われるときついんで、やるんだったら前日までに、前日っていうのはその6日の前日、6日の前日だからあれですか、5日には予約を取ってないとやばいかな。いやギリギリまでね諦めたくはないんですよね。あれなんかなんかあれだな、揃えられなくなってる。そうこうしてるうちにね、もう実はねタイマーがね鳴ってるんですよ。はあ、よいしょ、よし、はい、お、ぐちゃぐちゃぐちゃ後で揃えときます。あ、なんかね、そう雨が降っちゃうからね、あんまりうにょうにょしてらんないんですよね。じゃあ今日もバイバイ金曜日だから今日で最後ですね、今週も頑張りましょう、バイバイ。